ゲイリー・リッジウェイはアメリカ合衆国のシリアルキラーである。1982年から1984年にかけて多数の売春婦を殺害、死体をグリーン川に遺棄したことからグリーンリバーキラーと呼ばれていた。1949年2月18日、ユタ州でリッジウェイ家の次男として生まれた。父親は暴力的で娼婦の文句をよく言うトラックの運転手だった。 13歳までおねしょが治らず、彼がおねしょをするたびに母親は体を洗って、あげていたという、おとなしい性格だったが、IQ は低かった。リジウェイの母親は、リジウェイの人生を狂わせた。リジウェイは後に防衛心理学者に、思春期の頃、怒りと母親への性的魅力の相反する感情を持ち、彼女を殺害することを想像していたと語った。リジウェイは、 必要未であり、高校では一年間留年した。リジウェイは16歳の時、6歳の少年を森の中に連れて行きあわら骨越しに彼の肝臓を刺したが、この少年は生き延びた。生涯三度の結婚をする。高校卒業後、クラウディアと結婚する。後に、米国海軍に入隊し、ベトナムに送られた。ここで娼婦を買い漁ったため臨病にかかり、 初めての結婚生活はすぐに終わった。元妻や交際相手は性欲が強い彼にた日に何度も求められた。ある時には公共の場所や森の中での成功を求めてきたこともあった。1980年代から1990年代まで70人以上を殺害したとされる。犠牲者のほとんどは売春婦や家出少女で考察されグリーン側沖に遺棄された。 死体を遺棄した後、死体の様子を見に来て、死感を行うこともあった。ゲイリーが犯した連続殺人は長らく、アメリカ最大の未解決殺人事件とされており、2001年の逮捕まで実に20年間も未解決だった。同じく連続殺人犯として服役していたテッドバンディも捜査に協力したが、結果としては何の役にも立たなかった。2001年、 DNA 型鑑定から犯人がリジウェイであることが発覚し、逮捕された。当時判明していなかった犠牲者を強絶する代わり、死刑を免れる司法取引を行った末、現在も終身刑で服役中である。少なくとも49名の犠牲者が判明している。ありがとうございます。